マンチェスターメトロリンクマンチェスターメトロリンクはイギリスのマンチェスターを中心に走るライトレールである。メトロリンクはマンチェスター市内中心部分においては線路を新設、郊外部分については既存の鉄道路線を転用する形で新たなライトレールシステムとして1992年にベリー・オルトリンガム間で開業。その後もいくつかの拡張を行い、 2014年にはマンチェスター空港への乗り入れも完了した。現在もいくつかの拡張が行われている。乗客は乗車の前にプラットホームに設置されている、券売機で切符を購入する。全駅、全車バリアフリー対応。既存の鉄道路線を転用しているため、プラットホームの高さは9 0 0、mm、トルと高い。T-68M51992 年の 開業に際し、アンサルドフィレマ製に車体連接車 T-68 が導入された。拡張工場には高さ 900mm のホームが整備されているため、車両に特殊な低床化技術は用いられておらず、車内の床面は段差がなくフラットである。全面に連結器を有し、2編成を連結して運行することも可能。2009年からは、 ボンバルディア製に車体連接車 M5000 の導入が開始され T-68 が置き換えられている。M5000 も全面に格納式の連結機を有しており、2編成の連結運行も行われている。現在は以下の10パターンによる運行が行われている。ロセンズベリーラインアルトリンガムラインエッケルズ、ラインイースト、マンチェスターラインウォルダムラチデールラインサウス、 マンチェスターラインエアポートライン、ありがとうございます。